劉宗義3月21日から1961年5月3日は民芸運動を起こした思想家、美学者、宗教哲学者。名前はしばしば、宗越と読まれ、欧文においても、宗越と表記される。東京府麻布区一米町二丁目において、海軍少将、劉奈良義の三男として生まれた。旧制学習院高等科を卒業頃から、 同人雑誌白樺に参加する東京帝国大学文科大学に進学した宗吉は宗教哲学者として執筆していたが、西洋近代美術を紹介する記事も担当しており、やがて美術の世界へと関わっていく。1913年、東京帝国大学文科大学哲学科心理学専修卒業。この頃からウォルト・ホイットマンの 直感を重視する思想に影響を受け、これが芸術と宗教に立脚する独特な柳思想の基礎となった。1914年、声楽家の中島金子と結婚。母、勝子の弟の加納治五郎が、千葉、阿鼻子に別荘を構えており、宗吉も阿鼻子へ転居した。やがて阿鼻子には、志賀直や、武者の孔子寂やつら白樺派の面々が移住し、 大勢な創作活動を行った。陶芸家の浜田昭治との交友もこの地で始まる。当時、白樺派の中では西洋美術を紹介する美術館を建設しようとする動きがあり、宗吉たちはそのための作品収集をしていた。彼らはフランスの彫刻家ロダンと文通して、日本の浮世絵と交換でロダンの彫刻を入手する。 宗義が自宅で保管していたところ、朝鮮の小学校で教鞭をとっていた浅川白鏡が、その彫刻を見に宗義の家を訪ねてくる。浅川が手土産に持参した染付や菊作文面取り壺を見て宗義は、朝鮮の工芸品に心惹かれる。1916年以降、たびたび、朝鮮半島を訪ね、朝鮮の仏像や陶磁器などの工芸品に魅了された。 1924年にはソウルに朝鮮民族美術館を設立、李朝時代の無名の職人によって作られた民衆の日曜雑器を展示し、その中の美を評価した。1919年に東洋大学教授となり、1921年からは明治大学余下にも出向した。1923年の関東大震災を機に京都へ転居し、 同志社大学と同志社女学校専門学部関西学院の講師となる。木籍フッに注目し、1924年から全国の木籍フッ調査を行う。民衆の暮らしの中から生まれた美の世界を紹介するため、1925年から民芸の言葉を用い、翌年、陶芸家の富本健吉、浜田昌司、河合幹次郎の4人の連名で、 日本民芸美術館設立主意書を発表した。工芸の道では、用と美が結ばれるものが工芸であるなど、工芸美、民芸美について説いた。1931年には、雑誌、工芸を、創刊、民芸運動の機関誌として共鳴者を増やした。1934年、民芸運動の活動母体となる、日本民芸協会が設立される。 1936年に実業家の大原孫三郎の支援によって東京駒場に日本民芸館が開設、宗吉が初代館長となった。また沖縄、台湾などの文化の保護を訴えた。1957年、文化功労者に選定。晩年はリウマチや心臓発作との闘病を余儀なくされたが、なおも執筆活動を続けた。1961年春。 脳出血により、日本民芸館で倒れ、数日後に逝去した。去年72歳。1914年、中島金子と結婚。金子は、近代日本を代表するアルトの声楽家だった。インダストリアルデザイナーの劉総理は、長男。美術師屋の劉総元は、次男。演芸家の柳修民は三男。おいに、染色家の劉越高、美術師屋の石丸茂春。 法学者の今村重一和がいる。1916年、朝鮮を訪問した際に、朝鮮文化に魅了された柳は、1919年3月1日に、朝鮮半島で勃発した3.1独立運動に、対する朝鮮総督府の弾圧に対し、反抗する彼らよりも一層愚かなのは、圧迫する我々であると批判した。当時、ほとんどの日本の文化人が、 朝鮮文化に興味を示さない中、朝鮮美術に注目し、朝鮮の陶磁器や古美術を収集した。1920年6月、改造に朝鮮の友に送る情発表、総督政治の不正を浴びた。1924年、形状に朝鮮民族美術館を設立した。朝鮮民画など、朝鮮半島の美術文化にも深い理解を寄せ、形状において、 道路拡張のためりし朝鮮時代の旧王宮である、京福宮高家門が取り壊されそうになると、これに反対抗議する評論、失われんとする一朝鮮建築のために、を雑誌、改造に寄稿した。これが多大な反響を呼び、光家門は一区保存された。1922年、朝鮮とその芸術と、朝鮮の美術を、他に、編著で、 今も続く朝鮮の工芸を出版した。先週第四巻朝鮮とその芸術や集大成で前週第六巻朝鮮とその芸術がある。没後の1984年9月、韓国政府から法韓文化勲章を追贈された。一方で、2013年に韓国の特殊宮美術館で開催されたルームネヨシ展に対しては、 柳の歴史的評価を明確にしていないという非難もあった。朝鮮を愛した日本人と捉えるか、植民地イデオロギーの一条を担ったとして否定するか、韓国での捉え方はいまだに分かれている。復刻版。ありがとうございます。